はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、エキスパートチャレンジ1000を超えた成長ですね、こちらを攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。でアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、金助ですね。湧き上がる死ぬことはね、生命時期に刃物治癒を入れてます。続いてバイスキーですね。モノクロユニドラディメンションパックスつけてます。続いてエキスパバリナですね。成長怨念体力をつけてます。次回には大太郎ですね。見習いトレードシルバーフェイクアイコンをつけてます。で、フレンドは黒キラですね。完全セーブとつけてもらっています。では参ります。なんとか、初日にクリアすることができたパーティーですね。こちらで攻略していきたいと思います。さあ行きましょう。これいけるかな。いいか。さあ行きましょう。これでどうだ。ここで、あ、いいですか。行きましょう。さあ続いて第2ラウンド、ここでですね、アイテムを全処理していきたいと思います。はい、全処理できましたのでこれで終わりです。はい、続いて増援ですね。本来であれば黒キラなりで、突っ込んでいくんですが、まあこちらの方が早いということで採用させてもらってます。行きましょう。取れましたね。はい、アイテムディフェンスがねあるとちょっと難しいですね。では続いて、3ラウンドこれでクリアじゃないですね。違いましたね。増援がやってきました。マックスゲージマックスでジョウスケがやってきますが、さほど湧き上がっているのでさほど痛くありません。で、ここはバイク CS ですね。一応かけておきます。リメでも大丈夫なんですけどね。早く終わりたいということでこういう風にしております。さあ続いて第4ラウンド、ここもめんどくさくなりましたね。誰か、あ、よかったですね。バイスケが、神化されちゃうとかなりめんどくさかったです。さあこれで近づいていって湧き上がっている、湧き上がってない産物が入っているのでなんとかなります。でここもモディレーションで倒せちゃいます。ユニドラが強いですね。さあそして第5ラウンドですね。ここは一番めんどくさかったので、エキスパバニアに活躍してもらいます。まあ成長はつけてなくてもよかったかなっていう気はするんですけどね。一応
成長をつけておいて早く終わらそうかなと思っております。はい、5ラウンドクリア。続いて6ラウンドですね。ここはですね、奥安が、70%、奥安ですね、勢力10分の1にしてくるので、ハイパーヒールですね、ハイパーヒールをしておきます。湧き上がっているのでさほど痛くはないですね。おっとドブイングさあ行きましょう。バイスケで CSS。 ここはもう一気に三物産をね乗せたいんですが、一気にいっちゃいましょう。はい、倒せました。ゲージを没収されます。さあ一応ここはハイパーヒールでゲージぐらい取っておきましょうね。さあこれですね、倒しました。兄貴怖い方はそこまで怖くないですね。ここが感動しました。最初見た時はですね、あーに自動せず残念。さあ今度はですね、大事なところで横間ですね、横間でバイスケ横間まーす。何もできてないですね。これはまずいことになりましたって感じですね。さあ行きましょう。続いてはまずいですぞ。続いてはこっちを仕掛けておきましょう。これはまずい。しかしここで増援としてゴー太郎ですね。ゴータンを横噛んでなんとかクリアできるはずです。まあ、あ、赤屋上でしたらねもっと早くクリアできたんですけども、なんとかこれでクリアすることができました。ありがとうございます。無事クリアすることができましたね、よかったです。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラザバタイム。